皆さんこんにちは、せやです。りっちゃんです。今回ですね、今急遽撮ってるんですけども、本日の日付はですね、今7月の27日の昼ちょっと過ぎぐらいなんですけど、重大発表しようと思いまして。重大発表です。そんな言うほど重大発表じゃないんですけど、多分もうサムネで多分バレてるとは思うんですけど僕結構体重が増えまして。私もだよ。そう、もうお互いに、ね、多分1人分ぐらい増えちゃったんですよ。それぐらいちょっと増えちゃって、100キロ超えてる。いや超えてるよ完全に。ちょっと痩せないとなと思って、で僕結構視聴者さんとかにも痩せたらどうですかみたいな、まあ、いい意味でですよ、この痩せろよとかじゃなくて、痩せてもっとちょっと締まった姿見たいですみたいな。まあ、痩せた方がでも多分いいと思う、うん、あ本当、うん、やめないよ20あのそう、痩せた方がもっとなんか自分の顔を生かせんじゃない。なるほど、うん、いい意味で。なるほど。まあっていう感じで、まあ痩せてみてはいかがですかみたいなのが一つで、二つ目、ちょっとんちゃんなんですけど、むくみがすごくてですね。そうなんですよ、今もね。そうなの。まあちょっとお薬とか飲んでるので、それの副作用があってか体重が測り知れないぐらい増えちゃったんだよね。そうなの、本当にショック、うん、やばいんだよね。ちょっと公開しましょう。これは本来体重いくつだっけ。本来の体重は今まで本当に公開したことないんですけど、うん、まあ今回公開、はい、特別で、はい、特別公開ということで、47キロでした。47キロから3キロ増えて、うん、なんと50キロです。そうです、50キロになっちゃったんですよ。でもともとんちゃんと付き合ってた時って、多分んちゃんだから40キロとか39キロ42キロ42キロとかで、結構周りからなんか食べてくださいみたいな、医者とかにもなんか言われてたんだっけ。あ、学校の先生、学校の先生とかに、保健とかの先生に食べてくださいみたいなことを言われて、全然あの太らないタイプで、その時に多分付き合ってた時ヨガ通ってたんですよ、定期的に。そうなので基礎代謝がねめっちゃちょっと高かったんですけど、やっぱり年齢重ねていくとやっぱ基礎代謝もちょっと落ちていくといいますか。で、あとね、副作用がなんかで増えてっちゃったので、これを機に痩せようじゃないかっていうことでスポーツジムを通おうと思って。スポーツジム初めて。初めてだよね。そう、俺なんかその市がやってるような、区がやってるようなとこ行ったことあるんですよ、300円払ってみたいな。けどさ、今度がっつりしたのって初めてじゃない。初めて、楽しみです。そう、ちょっと楽しみで、うん、痩せるっていうのもまず必要なんですけど、ちょっと僕はやりたい検証がありまして、うんうん、いわゆる8月27日1ヶ月後ですね。1ヶ月後どれぐらい体重落ちてるのっていう、それちょっと面白くない？楽しみ。でしょ、未来の話ですよ。まあでもちゃんと食べたりとかやっぱりそういうのはするので、ね、ちゃんと運動とかもしつつ、ね、大食い企画だってあるだろうし、うん、しつつやっぱりどれぐらいちゃんと落ちるのか、無理しちゃうと体にはダメなので、はい、普通に食べつつちゃんと運動もして筋トレとかしてちょっと落としてみようかなっていうのが今回の醍醐味といいますか。健康に痩せていくっていう感じで、うん、健康にね、ジムに通う感じ今回なったんだよね。そういうことなんですよ、うん、なので結構スパン的にパンパン上げちゃうと、あ、痩せてったって分かっちゃうと思うんですよ。なのでストックはまだあるので、時系列をちょっとバラバラに上げます、うん、なので8月のいわゆる28日付近ですよね、うん、どれぐらい減りましたかっていうのはちゃんと動画として出しますので、はい、ちゃんと、そう、ちゃんと体重計に乗って公開をしたいと思います。ちょっとこれからちょっと手続きに行くんですよ、うん、なのでちょっとなんかウェアとか買いに行ってみる。そうだね、いい、なんか自分の着てモチベーションが上がるようなさ、ね、ウェアをね。そうそう、とりあえず帰ってきたら体重測ろうか、うん、でこれもう公開しようよ。まあ公開したけど本当の体重見せようよ。いわゆる口頭だとさ、どんぐらいなのと思っちゃうから、うん、いわゆる嘘偽りなく行こう。なるほど、もう俺は分かった、いいよ、うんうん、でちなみにそれはちゃんと裸で測定するの裸でスマホ持ってことで測定するので、うん、それで行きましょう。わかりました、はい、ということでじゃあ行きましょう、はい、はい、ということで帰ってきました。お疲れ様でした。なんか今皆さん見た感じ、あれこいつら何走ってきたの、やってきたのっていう感じだと思うんですけど、いや全然まだです。まだ全然です。まだね、まだ、うん、もうちょっと夜は更けてしまったんですけど、入会してきました。入会だけ ね、そう、入会だけしてきた、ね、とりあえずレクチャーしてもらって、はい、まあこうこうこうですよみたいな。でちょっと時間があったので、あの僕たちね基本的に形から入るタイプなんですよ。まあそうだよね、うん、この服、まあ僕たちのお兄ちゃんもそうなんだけどですけど、ちょっときついんですよね。きつい、きついよね。きつい、中に着てるスポブラ、スポブラがきつい、だいぶきついよね1ヶ月後どれだけ痩せてるかで結構変わるじゃないですか。だからこの1ヶ月後の感想で楽しみじゃない。1ヶ月後さ、ブカブカになってるかもしれないよね。そう、それ良くない？それいい。そう、だから僕たちちょっと汚いですけど、これでずっとやります。
はい、ずっとこれでやって1ヶ月間やり続けます。やり続けます、はい、本当に1ヶ月間マジでやり続けるので、もう3ヶ月分も払ったので、はい、もうそこはガチでやるしかないね。大丈夫大丈夫、頑張る。え、もう入会したからにはもう本気でやる。そうだね、うん、ガチでやる。じゃあちょっとさ、言い訳させてほしいんだけど、ウェア買いに行った時にさ、お腹空いちゃったじゃん私で、クレープ、クレーピーだって。クレーピー、クレーピーって何？ちょっとうまそうだな。クレープさ、あの、買ってもらったじゃん。まさに買ってあげたね。で、すぐ買ってきたじゃん、うん、絶対体重増えてると思うの。でさ、うん、その時の言い訳もさ、今日が最後だからっていう、言い訳でクレープ食べたわけだから、うん、しょうがないね。はい、じゃあ、うん、あの、測ってきますね。測ってきます。いや、ダメで入ってきちゃう。あ、あった。じゃあ、後ほど。はい。あの、ピザの配達なんですけど、あ、頼んでないですね。あの、ウーバーイーツなんですけど、あ、頼んでないですね。あの、パンツ配達に来たんですけど、あ、いらないですね。じゃあ今赤ちゃん、うん、赤ちゃん、赤ちゃん、大きい赤ちゃん、うん、はい、じゃあそれでは体重計乗っていきたいと思います。いざ。50.2 キロですね。で、何ですか？はい、うん、50.2 キロでした。多分その 0.2 キロは多分クレープだと思います。まあそうだな、クレープだな、はい、意気込みは？意気込み、うん、絶対に目指せ45キロ。45キロってマジでなかなか難しいと思う、まあ、5キロ落としたらね。そう、体重で5キロ落とすのって結構難しいと思うけど、せっかくだから頑張ろうかなって思います。やばい、映していいですか？いや、ダメだな。若干映したわ。じゃあ次俺のターンで、はい、じゃあ次俺ね、はい、俺の裸重要ないから、ちょっともうすぐ乗っちゃおうか。はい、じゃあ待ってます。はい、今から乗ります。 64.3キロ。 64.3キロ。うん、はい、はい、お帰りなさい。 64.3 ですね。はい、意気込みはですね、僕付き合ってて58キロだったんですよ。だから最低でもちょっと60キロ下回れたら嬉しいかなっていうところがあるので、まあ無理せずね、無理せず行くとすれば60キロ。60キロ、いいね。ちょっと60キロになれたらいいかなっていうところが、うん、いいんじゃない。一緒に頑張ろう、一緒に頑張ろう、ちょっと頑張るべ、頑張ろう。なので、うん、ちょっと皆さん1ヶ月後ちょっと楽しみにしててください。はい、8月の27日。どう変わってるか、やっぱなんかね、動画ずっと見てるとさ、変化って分かんなくなるじゃん、うん、分かんないね。だけどさ、1ヶ月後ポンって出せばさ、うん、変化って結構分かったりする。結構あるかもしれないね、何かしらの変化がある。いや、多分あると思う、うん、なのでちょっとこういう報告動画でした。はい、なのでちょっとね、1ヶ月後楽しみにしててください。はい、楽しみにしててください。頑張りましょう。